なんでさ、私たちは一緒にいるんだろうね。俺の世界はこう、三人でできてんだよ。孤独な三人のかけがえのない小さな世界、いつまでも続くと思っていた。裏社会で交渉人となった木田と、表社会でのし上がった誠、二人にはある目的があった。リサにふさわしい人間になるためだよ。本気か？本気だよ。君、人殺せると思う？結婚してっていうサプライズとかだったら超上がる。じゃあなんでだよ。気になってしょうがねえんだよ。頼むよ。それは日本中を巻き込むある壮大な計画だった。一日あれば世界は変わっちゃうんだよ。危ない橋っていう、自分のために渡るもんだ。分かってます。頭おかしいんじゃないの。ラスト20分の真実にあなたは心奪われる。誠！木田、お前にもドッキリ仕掛けといたかんな。名もなき世界のエンドロール。